ポケットモンスター縮めてポケモン、それはたくさんの謎を秘めた不思議な不思議な生き物のこと。ピーピチュー、何なんだあのポケモンは。それはもしかするとミュウかもしれんな。幻のポケモンと言われておるんじゃよ。トレーナーデビューするゴーにまだ最初のポケモンをあげてなかったね。俺が選ぶのはミル。はぁ、見つけた、バトルしようぜ。ピーカチュー、ミルクスリー、飛び込め、いつか描いた未来が僕のポケットにあるから。みんなも10歳になればポケモンと一緒に冒険に出かけることができるんじゃ。かわいい、最高じゃないですか。俺はマサラタウンのサトシ。俺はクチバシティのゴー。認めてやる。何を？俺の友達にだよ。なんかポケモンに関する研究とか観測とかばっかやってるみたい。俺必ずこいつとポケモンマスターになってみせます。ピカチュー待ってろよ、未来は俺の手の中に。クチバの港に極めて珍しいポケモンが現れます。俺の予測通り楽勝じゃん。